じゃあせっかくなので向こうのね、はい、あのアメリカの大学の授業の様子なんかも教えてほしいんだけど、はい、具体的にこう印象に残った授業とかどんなものがあってどんな様子かぜひ教えてください。印象に残った授業というか、これは本当に実習みたいなものなんですけど、1週間国有林の中にこもっていろんな生き物をひたすら捕まえて調査手法を体感するというか、まあ、自分で実際にやってみるっていうサマーワイルドライフサマーキャンプっていうのがカリキュラムでありまして、でやったことは、あそこガラガラヘビなんですけど、ガラガラヘビをどうコントロールするかとか、あとはブラックで捕まえたりとかした。そうですね、あの専用の器具がこう二股に分かれてる、こうハブ取る人とかが使うのをそれをホイってやったりとか、まあ、そういうのを実際にヘビ捕まえるのを仕事にしてる人が来て教えてくれたりとか、あとはクマ、ブラックベアってちょっとツキノグモより大きいんですけど、それを捕まえたり、まあそうですね、捕まえて発信機をつけたり計測したりっていうこともしたので、そのあたりはアイナ君の実習と結構似ていて、あのドラム缶のクマのトラップを使ってやったりとか、あとアメリカはちょっとコヨーテとかがいるので、日本では多分違法なんですけどトラバサミの使い方を勉強したりとか、で実際に自分でかかってみてどんだけ痛いんだろうみたいなのをやってみたりとか。え、なんかこうギザギザになってたりしないの？いや、ギザギザはないタイプですね。あの強いゴムみたいなのがあるタイプ？ゴムもない、金属です。でちょっと曲がってて足がしっかり入って動かす。アメリカ行った時、向こうの人にあのなんか狼を捕まえるトラバサミを見せてもらったことがあったんだけど、そこはなんかすごい強化ゴムみたいなのついてて、はい、多分傷つけないようにって入るんですけど、狼力が強いので多分それしっかり締めないとしまうけど傷つけたらいけないので、それでゴムがついてたんですね。外に出る楽しい学校です、そこもアイヌ君に負けず劣らず、はい。